7月23日土曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 コミックス2番326にマルチ効果橋 S140 という動画です。時間との戦い5動画。商品名にマルチが入っていることから多様多くのバリエーションが作れる効果橋です。自分は試験的に1セット購入しました。マルチといえども全てのパターンは作りませんのであらかじめご了承ください。ね、140の 55.5 ね、ちょっと作ってみましょう。これがまあここ長さがね、55.5 になります。これとまあ同等品になりますね、従来のものと。でこれ穴開いてますけど、まあ 55.5 はまあ普通はまあ島式ホームをね、ね、こういう風に乗せるのでね、まあホーム乗せからまあ穴隠しは不要。穴部分にこのランナーの穴埋めパーツを使うね。これパーツをはめますね。うん、パチンといった。はめ具合いいですね。だからこの辺りにここになりますね。ちょっとドライバーなど尖ったものね、後ろからちょっとこうやって取る。フィーダーなど配線があるものはこちらのレール固定パーツを使います。ね、これをこのようにですね。こちらの穴埋めパーツとレール固定パーツ、まあ使い方は、まあこちらはただのまあ穴埋めですね。でこちらは穴埋め兼穴埋め兼ねて、まあレールね、まあこういうふうにまあちょっと固定できるということですね。左が今回マルチ、右が従来、別売の島式フォームを置いたり別売のレール側壁を取り付けることもできます。自分このマルチ効果橋を購入した最大の目的は効果橋でまあエンド部分を作りたいという。エンド部分が出来上がりました。島式ホーム橋ホームセットとまあエンドレールをね、まあ設置すれば OK です。あ、使えるじゃないですか、十分。落ちない落ちない、使えますね。面白うてやがてためになる教本。今日はトミクスマルチ効果橋 S140 2組入りの動画でした。進行役は竹坊でした。